この子が遥かの、まさか。いや、まさかじゃない。名前はハルトだ。あれ、つまりこの子は遥かの子だ。まさか、そんな。名字が同じってだけじゃない。自分の体を張って守ったんだ。そりゃ自分の子だからこそ。なら父親は、この子の父親は誰なんだ。わからん。わからない。そういうもんがわかる持ち物は何もなかったんだ。彼女が持っていた携帯は壊れてて、今中のデータが取り出せないか調べている。それに遥かがいつから神室町に来てたのかも分かってない。そのあたりは全部遥かの意識が戻らねえと。回復の見込みは。今は何とも。悪いが、下手に希望を持たせるようなことは言いたくないんだな。医者ができる限り手を尽くしている。今はただ祈って待つしかねえ。先輩、すみませんが自分はそろそろ。まだ事故現場に仕事が残ってますんで。待ってくれ、本庄さんだったな。うん。遥かが事故に遭った場所はどこなんだ。何のつもりだ。あんたが現場に行ったところでどうにもならん。逃げている犯人は警察で追っている。ヤクザ崩れの出る幕じゃねえぞ。おい本庄、言い方。何と言われようが構わねえ。こんなとこでじっとなんかしてられねえんだ。沖縄にいたはずの遥かが、いつの間にか神室町に来て事故に遭った。わけがわからねえ。あいつを引いたチンピラってのは誰だ。それ何より、本当にこの事故は偶然なのか。ハルカが誰かに狙われたって言いたいのか。今でもお前を恨んでいる誰かの仕業だと。そうだとしたら許さねえ。絶対に。待て、いいだろう。事故現場は占領通りのあたりだ。今すぐでよければ俺が案内してやる。構いませんか、伊達さん。ああ、頼む。悪いな。ここだ。沢村遥は赤ん坊を抱えてこの歩道を歩いていた。そこへ背後から黒いセダンが突っ込んでいった。車はあそこの地下駐車場から車止めのバーを突き破って暴走したらしい。車に乗っていたのは男が一人、20代くらいの若いチンピラ風で、親子を引いた後そのまま逃げた。チンピラか。東上海と中国マフィアが抗争の真っ最中なんてな。その関連で無茶な運転してたって見方がまず一つある。それでチンピラが車を暴走させたってことか。だとすると、そいつは東上界の人間か、中国マフィア。いや、そうとは限らん。今の神室町には他にも組織が方々から入り込んできている。
少し説明する必要があるな。まず3ヶ月前、ある一人の中国人が殺された。中国マフィア西洋会のメンバーだ。そいつは西洋会の幹部だが、総帥の一人息子でもあった。要するに組織の後継者だ。名前はジミー・ロー。その殺しをきっかけに抗争は激化。東条会の6代目が逮捕されて、一旦収まっていた火種が一気に燃え上がった。東条会がそのジミー・ローを殺したのか。まだ犯人は分かっていないが、少なくとも西洋会はそう思っている。中国人マフィアどもが街中に散って、東条会のヤクザから関係者まで片っ端から襲う機会を狙っているんだ。東条会も中国人と見りゃ仇だろうが、町から追い出しにかかってる。むちゃくちゃだ。そして今はその混乱につけ込んで、他にも有象無象の組織がカムロ町に入り込んでんだ。つまり抗争で動いているチンピラは東条会、西洋会以外にも大勢いる。沢村遥を引いたチンピラがどこの組織の人間だとしてもおかしくないってことだ。これはついでだがな、後からカムロ町に入り込んできた組織の中にはあんたの馴染みもいる。韓国マフィア、ジンゴン派だ。ジンゴン派。ジンゴン派はカムロ町に2度進出して東条会に叩き潰されている。1度目は30年以上前、そして2度目は10年前。その時はあんたも東条会とジンゴン派を潰すのに一役買ったはずだな。もう随分昔の話だ。あんたには過去でも奴らは恨みを忘れない。東条会への恨みもあんたへの恨みもな。カムロ町に長居するつもりならせいぜい周りに気をつけろ。ちょうどそこを沢村遥が歩いていた。彼女は車が突っ込んでくるのを見て避けることもできず、ただとっさに子供をかばうようにかがみ込んだそうだ。くそ。そこを見てみろ。路面にブレーキ痕が残っている。沢村遥を引いた後、運転手は車を止めてはみたが、すぐにまた車を急発進させた。だいぶ慌てていたらしい。てめえで引いちまった親子の無事を確かめようともしなかった。つまりどういうことだ。もし万が一の話、沢村遥があんたの関係者ってことで狙われたとしたら、運転手は彼女の生死を見届ける必要があるんじゃねえか。だが今回の場合、犯人はその段取りを踏んでいない。だから俺が思うに、彼女はあんたが極道だった過去に巻き込まれたとかそういうんじゃない。あくまでも偶発的な事故。彼女はただ運が悪かったんだ。あんたが知りたかったのはそういうことだろう。だがそのチンピラはまだ逃げ続けているんだろう。ただのチンピラが今時の警察からそんなに簡単に逃げられるもんなのか。今も警察は全力を挙げて車の足取りを追っている。まだ逃げ切られたとは考えていない。ところで気づいてるか、さっきからお前のことを見ている男がいるぞ。うん。あの帽子をかぶった男か。いつからいた。気がついたのはさっきだ。ただ奴のスマホのカメラは間違いなくお前を意識している。俺を見張ってるってことか。それともこの事故現場を見に来たか。どうする。こっちから挨拶してみるさ。もし俺に用があんなら、まず自己紹介させてやる。ええ、現場にいます。特に問題ないかと。おい。
ここで何をしてる？くそ！待て！逃げろ！ジャーノ！待て！逃げろ！誰だお前は。なんであの場所で俺を見張ってた。見張ってたわけじゃありません。護衛をしてたんです。四代目。お前、東城会の人間か。ええ。東城会直系の染谷一家のもんです。染谷一家。ご無礼をお許しください、四代目。親父からの命令だったんです。四代目を影からお守りするようにって。俺は昨日までずっとカムロ町を離れていたし、今日来たことを東城会に知らせてもいない。なのに随分手際がいいな。なぜ俺があの場所にいると分かった？自分にはよく分かりません。ですが親父が言ってたんです。あの場所にいればきっと四代目が現れると。何？四代目が大事になさってるお嬢さんが事故に遭われたんですよね。親父からはそう聞いています。そうか。ならお前の親父ってのは今どこだ？染谷一家の総長はどこに行けば会える？別にお前が言わなきゃ街中で聞いて回るだけだ。だが省ける手間は省きて。わかりました。親父は東城会本部です。菅井会長代行と会うと言ってましたから。東城会本部か。くそ、またあそこに行かなきゃならねえのか。あの、何か。俺は東城会の匂いを消すために無所で身を洗ってきたばかりだ。そっから何日も経ってねえのに、なんてざまだと思ってな。時間食っちまった。もしもし。
熱っ。かしこまりました。それでは出発いたします。お初にお目にかかります。四代目。どうも、染谷一家総長の染谷です。この度は無所でのお勤めご苦労様でした。俺が来るのを待ってたってわけか。うちの子分が四代目に誤解を受けるような真似をどうかご容赦ください。誤解ってのはどういうことだ。立ち話もなんですから、そのあたりも含めて中でじっくり話しませんか。四代目もお勤め明けたばかりでお疲れでしょうし、菅井さんもぜひご挨拶したいとお待ちしています。菅井さんご存知ですよね。登場会じゃ桐生さんより古い。六代目が不在の今、菅井さんが会長代行です。俺をつけさせたのはその菅井の差し金か。まあどうぞ奥へ。俺もゆっくり四代目の若い頃の武勇伝をお伺いできればと思います。どうか往年の極道ってやつを俺ら若造にも勉強させてくださいよ。ねえ。どうも、たびたび失礼します。おう。四代目をご案内してまいりました。お久しぶりで、四代目。俺の顔、覚えてます？やっぱり覚えてませんか。ま、俺は六代目体制になっても名ばかりの相談役でした。無理もない。もうお聞きでしょうが、六代目が札にパクられてからこの老いぼれが引っ張り出されましてね、せっかく若返った登場会もまた古い世代に逆戻りです。四代目から見るにさぞかし頼りないでしょうが。ずいぶんでかいテーブルを入れたんだな。極道も最近じゃ書類仕事が増えましたんでね、お気に召しませんか。そこの染谷ってのは書類仕事向きじゃなさそうだ。俺は書類だ数字だって役割じゃありません。ヤクザにもいろんなのがいますんで。まあどうぞ四代目。長居するつもりはねえ。だがいくつか聞きたいことがある。例の四代目が目をかけたお嬢さんがひき逃げされた件ですか。はあ、痛ましい話だ。お察しします。遥かの事故はいつ誰から聞いた。事故直後に札からの情報です。あんたのとこには
カムロ鳥獣の事故の報告が行くのか。沢村遥というお嬢さんは四代目の大事な身内として広く認識されています。もちろん特別に重要な件として私のところへ報告が来ました。聞きたいことというのはそれだけで。その事故現場に俺が来ることを見越して監視していた男がいた。そいつは染谷一家の人間と言ってたが、監視を指図したのはあんたが、菅井。監視じゃなくて護衛ですよ。四代目がカムロ町にいらしていると報告があってからずっとお探ししてたんです。それがお嬢さんの事故をきっかけにようやく四代目のご無事を確認できたという次第でしてね。染谷の言う通りです。俺も差し出がましいとは思ったんですけど、今は中国人とドンパチの真っ最中でして、四代目は堅気になったとはいえ、中国人はそういう事情もお構いなしに的にかけるかもしれません。余計なお世話だ。俺に護衛は必要ない。四代目の人柄についてはよく存じ上げてるつもりです。そうおっしゃることは目に見えていたので密かに動いていました。気分を害されたなら申し訳ない。だから言ったじゃないですか、菅井さん、四代目に護衛なんか必要ないってね。大体狙われる理由がないんですよ。もう堂島の竜なんて看板とっくにカビが生えてんですから。桐生さん、さっき俺らに監視されてるって言いましたけど、それも自意識過剰なんじゃないですかね。今やってるドンパチは俺らの世代の構想ですよ。とっくに引退された人間の出る幕じゃありません。随分と威勢がいいんだな、今の若いのは。中国マフィアとの抗争のおかげですよ。いや、だってそうでしょう。最近まではいかに金を稼げるかがヤクザの力だった。六代目体制の東上会幹部はみんなインテリでしたよ。でも今は違う。でかい抗争のおかげで東上会のヤクザの価値は喧嘩の強さになった。敵の首取った数がヤクザの格に直結する。要するに力ずくで出世できる、ヤクザにとっちゃ至極真っ当な時代が来たってことです。いい時代になったでしょ、四代目。あんたもそうやってのし上がった極道の代表格ですもんね。これまで雲の上の人だった菅井さんも今じゃ俺ら若いもんの力を頼りにしてくれてますねえ、菅井さん。誰よりも組織のために体張ってる人間が中枢に入る、当然のことだ。今の俺にはヤクザの価値なんざどうでもいい。ただ最後に一つだけ聞く。お前らが遥の事故に関わっていることは何もねえんだな。どういう意味です？俺らにそんなことする理由はないでしょう。ああ、確かに今のところは俺もそう思う。俺も遥もお前らの構想とは程遠いからな。だがもし万が一東上会が何かの理由で俺の身内に手を出したんだとしたら、その時は容赦しねえ。堂島の竜を敵に回したりはしませんよ。俺らには今他の遊び相手が山ほどいるんですから。
桐生さん、伊達さんから聞いたわ。はるかちゃんが交通事故に遭ったって。ああ、今意識不明の重体で ICU に入ってる。しかもはるかを引いた犯人はまだ見つかっていない。何か犯人につながる情報がないか探ってるところだ。キルさん、スマートフォン持ってるわよね。ああ、ちょっと貸してもらっていいかしら。はい、これでいいわ。ん？どうかしたのか。カムロ町の情報掲示板みたいなものなんだけど、そのアプリを今インストールしたの。もしかしたらそこに何か情報があるかもしれないと思って。ありがとうママ、後で試してみる。それじゃ。ちょっと待てよ、おっさん。お礼何か用か。ああ、いくらか金貸してほしいんだけどさ。すぐ返せっから財布出してくれ。そうか。で、すぐってのはいつだ。あ、んだとこら、てめえ、舐めてんのか。マジかよ、この親父、信じらんねえ。なんだ、騒がしいな。あんたはジャスティスのレインメーカー。ずいぶん喧嘩慣れしたおっさんだな。君らじゃこの人は手に負えませんよ。僕らが守ってあげましょうか。いや、そんな、もう俺らはいいっすから。ほんと、なんでもないっす。そう。それじゃあ俺らはこれで。なんか不思議なおじさんだね。ずいぶん雰囲気あるけど、ヤクザともちょっと違う。となると元ヤクザってどこかな。当たってる？何者だお前は。僕はジャスティスの孔明。ジャスティス？新手のギャングってわけか。ギャングだなんて人聞きが悪い。むしろ僕らはギャングを潰すためにできたチーム。ジャスティスはその名の通り、正義を貫く若者たちの集まりなんですよ。ほう、正直そうは見えないがな。いつまで遊んでるんだ、孔明。すみませんすみません、面白いおっさんがいたもので。すぐ行きます。早くしろよ。彼は岡田和親、金の雨を降らせる男。
レインメーカーって呼ばれている。そしてジャスティスのメンバー3000人の頂点に君臨する男。何？3000？驚きましたか？この狭い町に3000人の勢力、バカにできたもんじゃないでしょう。彼のカリスマ性に惹かれて、ジャスティスには今日もたくさんの若者が集まってくる。若者の居場所のないこのカムロ町で力を発散したくてうずうずしてる連中がね。なんだかおっさんとはまた会える気がするな。それじゃ。しばらく見ねえうちにまたいろいろ出てきたな、この街は。ちょっといいですか？ん？あなたすごく強そうですね。それに正義の心を持っている。いや、目を見ればわかります。あなたならこの町を救えるかもしれない。誰だ？これはすいません。私トラフルと申します。この町も随分物騒になりましてね。実は町の至るところで凶悪犯罪が起きてるんです。警察も手に負えないほどにね。こんな状況でのんびり警察に頼っていたら手遅れになってしまう。すでに被害を受けた人も多いんです。だから私この町のトラブル用 SNS を開設したんです。この町で何か事件が起こったら投稿してみんなで助け合おうって。だからこの町を救うためにもあなたに力になってもらえないかなと。そうか、いいだろう。キリュウだ。キリュウさんですね。ありがとうございます。では SNS に登録しますんで。これでよし。これからカムロ町に起こっている事件が SNS に届きます。もし助けていただけるものがあればぜひ解決に協力してください。それじゃあお願いします。カムロ町を良くするために頑張りましょう。伊達さんか。ああ、俺だ。今病院に秋山が来てる。用事が済んだら病院へ来い。俺はちょっと出かけるわな。分かった、すぐ向かう。それじゃな。時間食っちまった。
私と、はるかちゃんと、カズマおじさん。俺も？だって、はるかちゃんのお父さんって、カズマおじさんでしょ？な、どうして？最初にお話ししてた時に思ったんだ。おじさん、はるかちゃんのことを話す時の目が、お父さんの目みたいだったから。私、お父さん大好きで、お父さんの目を見てお話ししてると安心するんだ。おじさんも同じ目をしてたから。そうか。それに、私はアイドルのはるかちゃんしか知らないけど、おじさんの中にはもっと違うたくさんのはるかちゃんがいるみたい。そうかもしれないな。いつかはるかちゃんとカズマおじさんと私で楽しくお話ししたいなって思って書いてみたの。よく書けてるじゃねえか。みんなそっくりだぜ。ありがとう。この絵、はるかちゃんにも見せてあげたいな。ああ、俺も同じことを思っていた。この絵は俺が責任を持って必ずはるかに届けてやる。本当？約束だ。ありがとうおじさん。あ、もうこんな時間、早く帰らないとママが心配しちゃう。またね、カズマおじさん。その絵、絶対にはるかちゃんに見せてあげてね。ああ、任せておけ。初乗り料金730円になります。どちらへ行かれますか？かしこまりました。それでは出発いたします。キリュウさん。秋山、ん？なんだ、ずいぶんさっぱりしたな。いや、まあ、汚い格好じゃ病院に入れてもらえなかったもんで。伊達さんからお筋は聞きました。はるかちゃんはまだ ICU です。今んとこ動きはありません。そうか。それより桐生さん、はるかちゃんの子供のことでちょっと。ん？区の児童相談所ってのが来てます。桐生さんに一言挨拶したいって。沢村遥さんの関係者の方ですね。児童福祉士の野尻と言います。こちらの病院から子供を引き取るようにと連絡を受けまして。何？沢村さんにご親族はいないということですので、お子さんはこちらでお預かりします。今回のようなケースでは通常の手続きですので。それじゃごめんください。遥の子供を児童養護施設に送るってことか？ええ、まだ1歳くらいなので正確にはおそらく乳児院ですが、少なくとも沢村さんが回復されない限りは施設へ送られます。待ってくれ。俺は沢村遥の親代わりで桐生ってもんだ。だから赤ん坊の面倒は俺が見る。あんたらには手間は取らせねえ。桐生さん、はあ、親代わりとおっしゃいますが親族ではないんですよね。でしたら桐生さんのような自称関係者にお子さんを引き取ることはできません。だってほら、例えばもしあなた方が赤ん坊の臓器を売るような輩だったらどうなります？何？はあ？いや、確かに今のは大げさに言いましたよ。でももしそういう人たちに赤ん坊を預けちゃったら、これ児童相談所の責任が問われちゃう。今時は実の親が子供を虐待死させたって、うちのせいだって言われちゃうんです。こ
っちは人手が足りないっていくら言ってもそういう事情はお構いなしにね。まあそういうことなんで、あなた方にお子さん預けたら私の責任問題になっちゃうんです。どうかご理解ください。おい、野尻さんだったな。児童相談所ってのはあんたみてえなやつばっかりなのか。そんなわけねえやな。はい。あんたの言葉は子供のことよりてめえの立場だけが心配だっていう風に聞こえてしょうがねえ。な、俺も遥も施設で育った人間だ。親と呼べる大人のいない子供の苦しみはそれを味わった人間にしかわからねえだろ。だから俺はまだろくに口も聞けねえような赤ん坊を施設にやりたくねえ。はるかも目を覚ませば同じことを言うはずだ。何と言われても仕方がないんですよ。それにもともとこの件はあなた方の了解を取る必要もない案件だ。今回は警察が不用意にあなた方を呼んだせいでこんな面倒になってるだけでしてね。失礼。あとは病院の担当者と話しますから。桐生さん、どちらへ。俺は遥の子をあんな奴の好きにはさせねえ。え、いや、桐生さん、ちょっと待ってください。そこまでにしましょう、桐生さん。あの野尻って男は自分が施設に送った子供がどうなろうが構わねえと思ってる。今この子を守ってやれるのは俺だけだ。けどあいつの言い分にも一理あります。俺たちは桐生さんという人間を知ってますけど、言葉を選ばずに言えば前科持ちの元極道だ。すいません。でも遥ちゃんが目を覚ますまでは仕方ありません。赤ん坊は叱るべきところで預かってもらうしかないでしょう。もし遥に万が一のことがあればこの子は。何言ってんですか桐生さん。そんなことにはなりませんって。だがそうなった時には遥は間違いなく施設に送られる。そして赤の他人の俺にはこの子がどこの施設に送られたのかも決して明かされない。二度と顔を見ることさえできなくなる。子供が施設に入れられるってのはそういうことだ。その後俺がどうあがこうがもうこの子には何もしてやれなくなる。はるかも絶対にそんなことを望まねえはずだ。だから今しかねえんだよ。何をしてるんだあんたら。その子をどうする気だ。今話の途中だ。少し待っててくれ。ふざけるんじゃない。あんたは赤ん坊を下に下ろすんだ。早くしないとただじゃ済まんぞ。この子は連れていく。遥が目を覚ましたら必ず返す。それまで俺に任せてくれ。やっぱりダメですって桐生さん。下手したら誘拐犯になります。もしそうなったら俺は遥ちゃんに合わせる顔がない。何のためにムショに行ってたんですか。止めるな秋山。行かせてくれ。考え直してください桐生さん。俺にはあんたのやろうとしていることが正しいとは思えない。なんであんたはそうやって勝手に突っ走るんですか。少しは自分の後先だって考えてください。うるせえ。俺だって分かってんだそんなことは。だが俺がどうなるか、周りにどれだけ迷惑かけようか、
遥の息子を守ってやるのは今俺しかいねえ。桐生さん、お前はどうしても邪魔するって言うならもう話し合いの余地はねえ。そこをどけ秋山。くそ、なんで俺がこんな目に。あんた相手に俺が本気で殴れるわけがない。とんだ殴られ損ですよ。すまね秋山。本当にその子を連れて行くしかないんですか。厄介なことにしかなりませんよ。考える前に手が動いちまうのは俺の悪い癖だ。そんなだから桐生一馬の生き方ってのは誰にも真似ができないんです。もう少し待ってろよ。分かってる、腹減ったんだよな。まさかそんなもの食わせるつもりじゃねえよな伊達さん。その子に食べさせるつもりならこういうのにしとけ。相変わらず無茶するなお前さんはよ。落っことすなよ。そっとな、そっと。分かってるって、はあ、児童相談所の野尻だったか。うん、いろいろうるさかったが話をつけといたよ。赤ん坊に何かあっても俺が全ての責任を取るっつってな。そうだったのか。そしたらあいつこう言ってたぜ。なら私は何も知らない、今回の件は何も聞かされてないし病院にも行かなかったで通させてもらうってな。てめえの責任にさえならなきゃ子供のことはどうでもいいらしい。まあいつは最悪の特殊ケースだ。本人もいやいや人手不足の児童相談所に回されたらしい。何度も上に異動願いを出してるってよ。さっさと受理された方が子供たちのためだ。児童相談所で働く真っ当な人たちの名誉のためにもな。また面倒かけちまったみたいだな伊達さん。いいさ、あのまま遥の子が野尻に渡されてたらと思うとその方がゾッとする。
うちの鞘にもあんな頃があったよ。今じゃもうすっかり大人になって手がかからなくなったかな。鞘か。ホストに引っかかって大騒ぎしてたのがもう10年も前か。ああ、あの時が俺の人生最悪の時期だったよ。お前に助けてもらわなかったら今頃俺も鞘もダメになってた。ほらな、キリュウ、お前にはまだあの時の借りを返しきれてねえと思ってるんだぜ。なら今日は伊達さんのおごりでいいな。それでも10年前のことはチャラだ。まさかな。そんなんじゃすまねえや。少し言いづらいんだが、やっぱり言わなきゃならねえよな。ん？はるかのことだ。はるかか。どうしたんだ？あいつに何かあったのか？実はさっき手術が終わってな、幸い一命は取り留めたんだが、意識が戻らないんだ。この先いつになったら目を覚ますか、医者にもはっきりしねえ。なんだと？一体どうしてこんなことに。なあ、お前今日一日神室町で動き回ってたんだろ。遥かが姿消してた間のことで何か分かったことは？何もない。沖縄を出た後、遥かが3年もの間どこでどう過ごしていたのか分かったことは何も。そうか。ならやっぱり手がかりはこれだけになりそうだな。うん。これは遥かの携帯に入ってた写真のデータだ。事故で壊れてた携帯から復元できたのはこの1枚だけだった。どこで撮った写真だ？この背景からじゃ分からねえな。いや、この画像データから GPS の位置情報が取れた。今時はそこから撮影場所の緯度と経度が分かる。この写真の撮影場所はな、広島だ。広島？ああ、広島の尾道神外町の付近だ。それじゃあ、はるかは沖縄を出た後広島に。みたいだな。その後どういうわけかまた神室町に戻ってきて、今日赤ん坊と二人して事故に遭った。はるかが広島にいたのがどのくらいの時期だったのかはわからん。ハルトの父親が広島に。その男なら今まではるかに何があったのか、なんで今日神室町にいたのか、きっとその答えを持ってるはずだ。さて、どうする、キリュウ。そいつから聞きたいことは山ほどある。だがその前に俺は遥かの親代わりだ。大事な娘に赤ん坊を産ませて、挨拶にも来ねその若造に説教の一つも垂れてやらなきゃ気が済まねえ。明日広島に行く。ハルトも一緒だ。俺はあんまり賛成できねえけどな。ん？広島には陽明連合会がある。陽明連合会か。陽明連合会っていや、近江連合、東条会に次ぐ誰もが認める日本裏社会ナンバー3の組織だ。他の組織と手を結ぶことなく常に独立独歩、それでいて好戦的というわけでもない。一見すると穏健派に見える組織だが、敵が自分の島に足を踏み入れようなら
手段を顧みず敵を駆逐する。あの近江連合でさえもただの一度たりとも戦争して勝った試しがない。ああ広島には触れるなという話は昔兄貴分たちからもよくされたな。陽明連合会は天下を警防せず、あの名将毛利元就と同じやり方で会長のクルス・タケルは広島という地を守り続けた。クルス・タケルか。当然お前も裏社会で生きているなら名前くらい聞いたことあるんだろう。戦後に名を馳せたバクトであり、生ける伝説とまで言われる男だ。ああだが俺が登場会にいた頃から実際に会ったという話は聞いたことがない。陽明連合会は外部組織との交流が全くないため極端に情報が少ない。警察でも昭和50年代以降クルス・タケルの行動を何一つ確認できていないんだ。生きているのか死んでいるのかそれすらわからないということか。生きてるとすりゃ100歳に近いはず。そんなジジイがどうやって広島のイケイケをまとめ上げているのか。組対四課の噂じゃクルス・タケルという人間はすでに存在せず、若頭の小清水というのが実質的なトップとして組織を動かしているという話なんだがな。とにかく広島は警察でもよくわからない謎だらけの危険地帯ってことか。そうだ。だからお前が足を踏み入れりゃ、場合によっちゃ東条会と陽明連合会との一大戦争の引き金を引くことにもなりかねない。今の俺は仇なんだ。どう動いたところで何も起きゃしねえよ。はあ、まあお前ならそう言うに決まってると思っていたがな。だってさ、俺が東京を離れている間、はるかのことを頼むぞ。ああ、こっちは任せてくれ。言えば秋山のやつもついててくれるだろうしな。しかしな、あのはるかがあんな可愛い子を産むなんてよ。誰よりも本人がいつまでも眠ってらんねえって思ってるはずだ。はるか必ず目を覚ます。だからよ桐生、それまでに必ず春人の父親連れてきてやってくれ。はあ。